わあ、すごい。おお。これがフラノメロンです。わあ、立派。大きいですね。そうですね。天候にも恵まれて。わあ、なんかこんなにたくさんのメロン一気に見ることないから、すごい不思議な感じです。そうですね。はい。今回の北海道食材はメロン。北海道では夕張メロン、ライデンメロンなど多くのメロンブランドがあるんです。今回は道内だけでなく全国で人気の富良野メロンを知るために富良野市へ。こんな風になってるんですね、メロンって。そうですね、北海道のメロン栽培はこういう感じでこう地面にこうつるが張ってて、その場所によって違うんですか？そうですね、静岡ですとこう、こう玉が空中に浮いてるっていうか、上につるを伸ばしていくんですけど、北海道は寒いので、今作っている品種については、こう暑いとこうメロンも糖度が乗りづらいんですけれど、はい、暑くても糖度がしっかり乗って、甘くて美味しいメロンが育ってます。なんかこの模様あるじゃないですか、はい、模様でなんか判断できるんだよって聞いたことがあるんですよね。そうですね、やっぱりこう綺麗なネットっていうのは、栽培管理がすごくうまくいってて、綺麗にネットがかかるんで、やっぱりネットが綺麗なものが美味しいっていうのは間違いではないですね。なるほど。こういう感じでこう葉っぱ、他の葉っぱと色違いますよね。あ、本当だ。黄色くなってくるとだんだんこう収穫が近づいてくる。じゃあこの中ではこの子が一番収穫が、そうですね、そうですね、もうだいたいあと1週間ぐらいで収穫になると思います。もうなんか十分大きいけど、まだあと1週間は、そうですね、待つんですね、きっとまだ食べても甘みも少ないですし、食べるとこう渋いっていうか、そんな違うんですね、これからの1週間がこう糖度もぐっと上がる。こんなにたくさんのメロンを一気に見ることがないので、すごい感服です。まあ来ないと、畑に来ないと絶対見れないですね。見れないですね。お店だとなかなか。メロンは赤肉と青肉があります。各地ブランドによってその品種に特徴を持たせて生産していますが、富良野メロンは両方の品種があるのが特徴。葉っぱも大きいんですね。そうですね、やっぱりこうある程度この葉っぱも大きくならないと、もう玉も大きくならないっていうか。なるほどなるほど、一緒に大きくなっていくんですね。そうですね、なんかこう近くで見ると芸術品みたいですね。なんか美しい、この模様とか味が気になる。早く食べたい。メロン好きですか？メロン大好きです。結構もう小さい頃から本当にもうギリギリのとこまで食べます。あ、スプーンで。スプーンで。切ってあるところよりもその下までいつも食べてました。うん、おー、すごい。葉っぱもやっぱりこうやって見ると大きい。あ、お花も咲いてる。それはもう関係のないお花。え、そうなんですか？メロンの、メロンになる花じゃないんですね。あ、そうなんだ。関係のない花がここに咲くんですね。もうずっとこういうとこずっと咲いてくるんです。すごい。じゃあ可愛いですね、こうパーって見渡したら。そう、咲いてるのはいいんですけど、今度こういう花が枯れてこういう感じになると病気の元になっちゃうんです。だからなるべくこう残さないように。じゃあ取っときますね。はい、じゃあ取っちゃってください。どれでも好きなもの。どの子にしよう。これが美味しそうだなと思うの。でもなんかこの子全部美味しそうですけど、この子がちょっと気になります。じゃあこの付け根から。付け根から。付け根を切って、ここですかね。はい。あ、本当だ、このここも切れてる。はい、わー、すごい。 すごい、なんかよく見るメロンの形。ここがもうちょっと短い。 それも揃えてみますか。このぐらいですか？いや、もうかっこいい感じ。玉の幅ぐらいで。あ、このぐらいだ。はい。よいしょ。じゃーん。よし。どんな感じかな。
ごいキラキラしてる。ひゃー美味しそう。わあ、ちょうど食べ頃っていう感じの。あ、すごい柔らかいから本当にいらないとこ。私ここもでも食べるの好きなんだよな。お口に種ごと入れちゃうの。おお、美味しそう。これごとお口の中に入れたい。いやー、よだれが。クリームを入れていきます。おー決まってるよね。おーすごーい。こんなもんかな。あー、いい香り。あー、美味しそう。今のは私がいただきます。出来上がりました。じゃじゃん。今回のトリンドルレシピはメロンのポタージュスープ。ちょっと大きい一口ですが、いただきます。うん、おいしい。あ、それはよかった。すごい、こんなに果汁があるんですね。え、これがフラノメロンの特徴ですね。こんなの初めてかもしれない。あ、それはよかった。甘い、とっても美味しいです。で今回、はい、このまま食べるのが一番美味しいとは思うんですけれど、メロンの冷製ポタージュっていうのもちょっと作ってみたので、もしよかったら、はい、じゃあいただきます。はい。うん、またそのまま食べるのと違って違いますか。私のまま、うん、さっぱりして美味しいです。うん、うん、うん、わー、贅沢、うん、美味しいですね。いけますね。うん、なかなかでもこんな贅沢なことできないですけど、ここで食べるのがまたなんかいいですね。こんな自然の中で。うーん、メロン好きなんですか。好きです。本当は今ちょっとカメラが回ってないですけど、止まったら結構ギリギリのここまでいつも食べちゃいます。攻めます。ちっちゃい頃からそうなんですよ。へえ。なんかもったいなくてすっごいギリギリまでいつも食べてます。これは買ってからもお家で置いといたら柔らかくなるってことですよね。そうですね。で、うん、買ってからもすぐに冷蔵庫に入れないで、うんうんうん、まあ部屋の普通の温度のところに、冷房の効いてない部屋で、まあ、追熟って言うんですけれど、置いといた方が早く食べれるようになると思います。ちなみに東京だったりとかからもお取り寄せとかもできるんですか。まあ、JA フラノのホームページから見てみよう。ショップあるので、よろしければ見ていただければ。おいしいところから取り寄せたいですよね。こっからがギリギリとの格闘。ギリギリまで攻めますね。ちょっと緑が見えてきたけど、多分絶対おいしい。うん、うん、うん、うん。手がすごい下手くそなんで、あんなに美味しかったメロンなのになんかちょっと申し訳ないなと思って。じゃじゃん、メロメロな一日でした。メロンにかけて、もう本当になんか初めてこう収穫してるところも見れたし、もう美味しさにも感動したし、もう一日メロメロだったということで、ちょっとメロンを描いてみたんですけど、なんかスイカっぽくなっちゃいました。すいません。この番組は作る人を幸せに、食べる人を笑顔に、
北連の提供でお送りしました。